自己投資をして理想の生活を手に入れましょう。滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は全社会人におすすめの自己投資について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしての視点からお話ししたいと思います。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。最近は YouTube でもビジネススキルの話や自己投資の話をする方がかなり増えてきましたよね。そのため自己投資はしないといけないものと思っている方も多いかもしれません。皆さんは自己投資と聞くとどのようなものを思い浮かべますか？ MBA を取得する、英会話スクールに通うなどの実務では身につけられない知識や経験を得ることを想像する方もいると思います。体験という意味での自己投資では、高価なブランド物や高級飲食店のサービスを体験するのも自己投資の一つだと思います。いずれも自己投資であることに変わりありませんが、私が今回の動画で皆さんにお伝えしたいのは、金融商品やブランド物のような物への投資ではなく、自分の知識や経験になることへの投資が重要だということです。終身雇用制度が終わりを迎えた現代において、将来に不安を抱えている20代の若い人を中心に、ことへ自己投資をする人が増えています。その背景としては、継続的な雇用が確約されていないからこそ、自らの力で食べていける実力をつけなければいけないという危機感が強いためだと感じます。また良くも悪くも現代は昔と比較して安いいいものが溢れており、物欲があまりないという人も増えてきていると感じます。その分、形のない経験や自分に蓄積していく知識などのことに投資をする人が増えているんだと思います。私自身も20代の頃からことへの自己投資を強く意識してやってきました。周りと同じことをやっていても将来は変わらないという危機感が強くあったため、20代は修行期間だと考えて、将来の自分に感謝されるような経験に投資をしていました。学生時代は面倒くさいなと思っても、無理して経営者の勉強会や会合に一人で参加していましたし、ビジネス本も買って何冊も読んでいました。その中で無駄なことだったり、あいつなんか意識高いよなと大学の同期にからかわれたりと、多くの失敗を経験してきましたが、結果としてそこで得た経験や学びがその後の自分の判断軸や基準になっていったので、無駄と思っていたようなことも大きな資産になったと感じています。実際に失敗や反省せずにネットの情報をかじってみるだけでは、誰かの判断軸を借り物のように利用するだけで自分とはマッチしていないことが多かったり、本質的ではない情報の可能性があるため、あまりお勧めできません。それよりも実際に行動したり、多くの幅広い経験をすることで、自分独自の経験や知恵、自分軸を確立することができ、結果的に行動力やエネルギーも湧いてくるのでお勧めしています。多くの失敗や経験が今に生きているとは思うものの、私はこの動画を視聴している皆さんに無駄な遠回りや失敗をしてほしくはありません。皆さんも無駄な失敗はしたくないと思いますし、そもそも何から自己投資を始めるべきか気になりますよね。そこで今回の動画では、私自身の経験に基づいて厳選した自己投資トップ3をご紹介したいと思います。最初のうちは面倒くさかったり、継続するのが辛いと思うかもしれませんが、適切な自己投資や努力は将来どこかで必ず役に立つ時が来ます。あなたを本当に成長させてくれるようなことは、目には見えづらかったり、効果を実感しづらかったりします。ですが、少しだけ我慢して継続してみてください。やり抜いたあなたは、半年前のあなたとは見違える姿になっていると思います。なので、私と一緒にコツコツと努力していきましょう。将来役に立つ自己投資第3位は読書です。このチャンネルを見ていただいている皆さんであれば当たり前の話かもしれませんが、読書は本当におすすめです。実際に読書量と年収には比例関係があると分かっており、読書を普段からするかしないかで将来を左右すると言っても過言ではないのです。少し前の調査になりますが、2009年に日経新聞が年収と読書量の関係を調査したところ、年収800万円以上の人は一月あたり平均2910円を書籍購入に充てているのに対し、年収400万円未満の人は平均1914円であると分かりました。さらに雑誌プレジデントが月に4冊以上本を読む人の割合を調査したところ、年収1500万の人で 35%、年収800万円台で 18%、年収500万円台で 17% という結果が出ています。
もちろん本を読めば必ず年収が上がるとは言えないものの、読書量と年収には相関関係があるのは事実なのです。月々たった数千円でいいわけですから、本は圧倒的にコスパのいい自己投資と言えますよね。月に1回か2回の食事を我慢すれば誰でも投資できる金額だと思います。冷静に考えていただきたいのですが、1年月々の外食を少しだけ我慢して今よりも多くの給料をもらうのか、今欲望のままに動いて3年後もほとんど変わらない給料だったら皆さんどちらがいいでしょうか。多くの方は前者かと思います。本には著者の知見や考え方が編集力によって分かりやすく書かれていますし、すでに亡くなってしまった経営者や普段どうしても会えないような人の考え方や知見を学べるなんてすごいことだと思いませんか。皆さんが思っている以上に世の中のほとんどの出来事は過去に他の誰かが経験していて、その知識や知恵を本にまとまっています。情報や方法論などの知恵は本の中にすでに存在しており、だいたい1500円程度で購入可能なのです。それにもかかわらず、それを自ら調べようとしたり読もうともしていない人が圧倒的に多いと感じます。この動画を見ている方の中には、どのように成長できるような本を見つけていけばいいのかわからないという方もいらっしゃると思いますので、私がおすすめする方法があります。私は Amazon の検索ボックスによく自分が感じている経営課題や悩みのキーワードを入れて検索することが多いです。そうするとそれに関連する書籍が意外に多くヒットするので、それに関連する類書を2冊から3冊一気に読んでいます。この方法はその分野についての確からしい知識や考え方をすぐに学ぶことができるので、ぜひ試してみてください。将来役に立つ自己投資第2位は、居心地の悪い環境に飛び込むことです。ストレングスファインダーという自分の資質や性格を科学的に知ることができるツールがあるのですが、私は社交性とコミュニケーション力が最も低いという結果が出てしまっているぐらい、実はコミュ障なんですよね。ですが、そんなコミュ障陰キャな私でも意識的に居心地の悪いような環境に参加するようにしています。私にとっての居心地の悪い環境とは、自分のことを誰も知らない場のことです。普段のホームグラウンドであれば、気心の知れた関係性の深い仲間とだけ会えるので心地よくて楽しいですし、何より楽だと思います。しかし定期的に自分のことを誰も知らないような場に参加しないと、井の中の蛙になってしまいます。そうしなければ新しい情報や周りの意識の高さに触れることもできません。結果的に自分自身がアップデートされず、気づいたら世間から置いてかれてしまっているなんてこともあると思います。そうならないために積極的に慣れない環境に参加していき、その中でも自分から主体的に話しかけたり質問したり人脈を作るというようなことが非常に重要だと思います。そうすることで主体性が養われますし、世の中の広さや深さ、自分自身の視野の狭さに気づけたりなど、フラットに物事を捉える力が身につくと思います。わざわざやらなくていいことですし、怖いと思う気持ちもよくわかりますが、この体験が皆さんを大きく成長させてくれるので、まずは一歩踏み出してみましょう。1位の発表の前にお知らせです。弊社アクシス株式会社では、転職を前提としない有料キャリアコーチングサービスマジキャリを提供しています。理想のキャリアになるために必要な自己分析やキャリアの棚卸しを、プロのキャリアコーチが徹底的にサポートさせていただきます。キャリアに関する悩みを抱えている方、初回限定の無料キャリア面談でお待ちしておりますので、ぜひ概要欄をチェックしてください。サービスの詳細がわかる動画の URL も合わせて載せておきます。また自分の市場価値に不安がある方に向けて、1分で完了する無料の市場価値診断サービスを LINE で提供しています。キャリアに関する有益な情報を発信していますので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。将来役に立つ自己投資第1位は、自分と価値観が異なる人と話すことです。先ほどと似ていますが、似た価値観の人だけで過ごしていても成長しません。それもそのはずで、似た価値観の人だけが集まっても新しい発想や考え方はそこからは生まれづらく、視野が狭くなってしまいますし、自分の価値観もアップデートされていきません。定期的に異なる価値観の人とじっくりと話す機会を作ると、自分の視野の狭さや何かしらの偏った知識や経験に気づくことができ、そこから軌道修正ができたり、視野を広げることができるようになります。誤解がないように念のため説明しますが、私は今の環境が無意味だから外の世界を知れというようなことが言いたいのではなく、自分が成長するためにもっと視野を広げてみようということをお伝えしたいのです。
あなたが成長することができれば、結果的にあなたの周りの人の成長につながるかもしれません。少し話がそれましたが、人は自分のあるべき姿やありたい姿とのギャップを把握できなければ、そのギャップを埋める努力をしようとはしません。しかし、そのギャップというものは同じような人ばかりのコミュニティだけにいてはなかなか気がつけないものです。なので、自分を成長させるためにも積極的に価値観が異なる人と会う機会を作ることをお勧めします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。皆さんがなりたい姿を実現するために、最後に本日の内容を簡単に振り返りましょう。本日の動画では、将来役に立つ自己投資としてランキング形式で3つご紹介させていただきました。第3位、読書をすること。第2位、居心地の悪い環境に飛び込むこと。第1位、自分と価値観が異なる人と話すこと。自己投資で大切なのは、物への投資ではなく、ことへの投資です。自己投資はやらないと困るものでもないですし、お金や時間もかかるため、やりたいと思う動機を見つけづらいと思います。ですが、日々コツコツと少しずつ成長していくことができれば、半年後のあなたは今とは見違えるほどの自分になっていると思います。まずは無理のない程度に少しずつ頑張っていきましょう。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。